よく眠れたかい？あの子あんたを気に入ったみたいだよ。あんたを家族にしたいんだってさ。ああ嬉しくてたまらないだろ。でも喜ぶのはまだ早いよ。家族の一員になるには私たちと同じものを食べなくちゃね。美味しそうな匂いだろ。どうだい？ん？残さず食べきったら私らの家族だ。そしたら解放して自由にしてあげる。全部食べればね。こんなもん食えるかよ！クソみたいな匂いだ！私のごちそうにケチつける機械、この恩知らずが。せっかく作ってやったのに。ふざけた真似もこの辺までにしときな。なんとかしないと。今のは何の音？抜け出したのがバレちまう。一体何の騒ぎだってんだい？腰が痛い。好き嫌いが激しいとこっちも苦労するよ。ん？誰かここにいた？ああ、何かがおかしいね。うん、まあ、別に変なところはないか。まだ食べてないみたいだから別のものを持ってきてあげた。この家族は何なんだよ。まあ、こんなもん料理じゃねえ。
やばい。もうおかしくなっちまいそうだ。戻らないと。ちょっと静かにできないのかい？この野郎、ぶち殺してやるからな。